エルロイ・レオン・フェイスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州レンセリア郡、スティーブンタウン出身の元プロ野球選手。右投右打ち。1949年にフィラデルフィア・フィリーズと契約してプロ入り。ブルックリン・ドジャース参加を経て、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍後の1953年にメジャーデビュー。当初は先発だったが、1956年からはほぼリリーフに専念する。この年は68試合に投げて12勝、1959年は17連勝を含む18勝1敗の驚異的な成績を上げ、勝率.947とリリーフでの18勝はいずれも新記録となった。翌1960年も68試合で10勝、ワールドシリーズでも3セーブを挙げる大活躍を見せた。1962年には、リーグ最多の28セーブを挙げた。なお、セーブが公式記録化されたのは1969年からとなっているが、現在の規定に当てはめると、フェイスはその1969年に引退するまでに通算193セーブを記録していることになる。切れ味抜群のフォークを武器としていた。ありがとうございます。